腰広カエルガメ、爬虫甲カメモクヘビ首ガメかカエルガメ属に分類されるカメ、別名イボカエルガメ、ブラジル東部固有種最大高長25センチメートル。廃坑は、上から見ると、細長い卵型で、ややドーム状に盛り上がる。廃坑の色彩は、明褐色や暗褐色、黒。復興版や股間板、交換板が幅広く、和名の由来になっている。 頭部は分厚く、属内では小型。頸部はやや長く、背面にトゲ状やイボ状の突起がある。種商名タバーキアラタスはイボのある、サシのあるの意で、英名と同義。容体は、廃校の色彩が民家主食。頭部に虫食い状、喉に不規則な反紋が入る。成長に伴い色彩は暗くなり、頭部の反紋は消失する。カエルガメ属内では、 ベトレイチェミスア族に含まれ、形態を元にした系統解析から、ベトレイチェミスア族を独立した族にする説もある。一方でベトレイチェミス族を独立族とする説は、内部形態を無視しているなどの問題があり、ベトレイチェミスア族そのものが単系統群ではないとする説もある。ペット用として飼育されることもあり、日本にも輸入されている。 ブラジルでは野生の亀を輸出することが厳しく制限されているため、アメリカ合衆国やウルグアイから飼育か繁殖個体が少数流通する。携帯からトゲヘビクビガメ属の構成種と誤認されることもある。ありがとうございます。